皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今回は、シリーズでお伝えをしております盲学校の思い出話の中から音楽の合唱曲についてお話をしてみようかなと思います。改めて私はマルチの視覚障害者、近くのものが見える程度の弱視です。そして私は小学4年から高校3年まで9年間を県立の盲学校、今は視覚特別支援学校という、ね、名前に変わってますけど、盲学校で過ごしていました。そんな盲学校での、ね、思い出話をシリーズでお話ししていますけども、今回は合唱曲に焦点を当ててみたいかなと思います。まあ、音楽の、ね、分野になると思うんですけども、音楽の授業で、ね、皆さんは合唱曲、どんな曲を、ね、歌われましたでしょうか。まあ、私も音楽ってもともと大好きで、合唱曲もすごく大好きなんですね。で、私歌ってみた動画でね、たびたび合唱曲いろいろと歌っていますけども、特にね、やっぱこう思い出深い曲だったりとか、大好きな曲とか、今でもね時々口ずさみたくなるような、そんなね思い出の曲がたくさんあります。で、盲学校でもね、もちろん音楽の授業があるわけで、合唱曲っていうのもね、いろんなところで歌うことが多いと思いますけども、私がいた頃はですね、毎年、秋に行われている文化祭、この文化祭の中で、合唱曲は合同合唱という形でね、よく歌ってました。合同合唱どういうことかっていうと、普通はね、学年とかクラス別で歌うことが多いと思うんですけど、盲学校の場合は一学年がすごく人数が少ないんですね。その代わり学部が多いんですね。小学部、まあ幼稚部もありますけど、幼稚部から高等部まであります。なので合同合唱というね、文化祭の中の発表の演目があるんですけども、小学部から高等部まで、だから下は小学1年から上は高校3年生までが、合同でね、一つの曲を歌ったり、一つの曲を合奏したりとか、合同合唱&合奏っていうね、いう、まあなんだろう、舞台発表の一つに分野があるんですけども、その中でもね合唱曲を歌ったりもしますし、あとやっぱり合唱っていうとね、コンクールっていうイメージがありますよね。で、まあ一般的にね、まあ、音楽コンクール、ね、NHK とかでもやってますけども、そういうのもありますし、盲学校の場合はこう盲学生対象の全国のコンクールというのがあってですね、私は中学1年から高校3年まで、5年連続でね出場していました。高校2年生の時は、私は選択科目で音楽がなかったので、高校2年の時だけは合唱コンクールには参加できなかったんですけども、それ以外の5年間は毎年ね発表をしていました。で、嬉しいことにですね、私その選抜のメンバーの中に毎年選ばれていてですね、本当に合唱頑張りましたね。声楽の専門の先生からもいつも指導していただいて、で、もともと音楽の先生って私この、まあ、盲学校にいた頃、小学部から高等部までの間、長い間お世話になった先生がいるんですけど、音楽の先生基本的にみんな大好きで、音楽の授業ってすごくいつも 1週間の中でとても楽しみな授業だったんですね。なので、まあ、この合唱コンクールの練習ってもちろんしんどい部分もありましたけども、でもやっぱり大好きな歌をね思い切り歌える、みんなでね声を合わせて合唱ができる、すごく楽しい、いい思い出だったかななんて思います。でですね、ちょっと、簡単になんですが、私がこの盲学校で主に、歌ってきた、習ってきた曲をねリストアップしてみました。はい、いかがでしょうか。数えてみると25曲この中に、ね、ありました。他にももしかしたらあったかもしれないんですけど、ちょっと思い出せないので、今思いついたものっていうもので、25曲ラインナップしてみました。いかがでしょうか。まあ結構皆さんも有名なご存知の曲多いかと思います。まあやはり定番のね、翼をくださいだったりとか、卒業ソングなんかでも有名な曲いくつかありますけども、やっぱり旅立ちの日にっていうのはね、私はこれ何度か歌ってみた動画でも出してますけども、やっぱこの曲ってエピソードがすごく好きで、私は埼玉県出身なんですけども、この歌がね舞台になってる埼玉県の秩父にある影森中学校、私の後輩の卒業校でもあるんですけどもね、ここのね校長先生が作られた曲ということでね、すごく有名になりました。今卒業ソングのね定番としてね長く親しまれてる曲ですよね。まあ、他にもね、私が初めて、中学1年の時のコンクールで歌った曲が歌よありがとうっていう曲、ちょっとマイナーな曲かもしれませんけども、だったりとか、あとは私この中だと山の息吹とかね、あと
時の旅人とかね、このあたりの曲大好きだな、ね、いかがでしょうかね。皆さんもね、歌ったことある曲あるかと思いますけども、やっぱりね、こうみんなでね、力を合わせて、普段ね、なかなか不真面目な生徒でもこう合唱になると真面目に取り組むなんていうことも多いかと思うんですけども、まあ、まさにね、先ほどあの例に出した旅立ちの日にっていうのはそれと同じようなエピソードで誕生している曲で有名ですよね。はい、というわけで今回は、私が盲学校に過ごしていた頃に習った歌った、合唱曲の思い出をお話しさせていただきました。私のね、歌ってみたの中にもいろいろと合唱曲歌っているのがあります。一人で2部合唱とか3部合唱とか、やってるのもありますので、もしよかったら再生リストからご覧になっていただければと思います。というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではバイバイ。この度 YouTube PR 用の X アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。私の姉ふみっこが TikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。